ベグサイドフィットネスの吉山です。今回は腰痛に最も効果的なエクササイズということで、あるエクササイズを紹介していきたいと思います。このエクササイズができれば多くの腰痛の原因を解消できるんではないかなというふうに思っています。壁の前でやるようなエクササイズになるんですけども、早速やってみたいと思います。まず壁の前に少し距離を取って立ちます。肘がこう簡単につけられる位置に立ってください。肩の高さに肘をついていただいたら、ここから息を吐きながら骨盤を後傾していきます。まず後傾っていう動きがわからない方、こっち側の動きですね。背中が丸まって尾底骨が前に出ていく。逆にこっちを前傾、これを前傾っていう動きにします。肘をついた状態で後傾して背中を丸めていきます。この時膝が丸まってしまって大丈夫です。肘は壁を押しておくイメージ。このまま鼻から息を吸って口から息を吐きましょう。鼻から吸って口から吐く。息を吸った時は背中が膨らむようなイメージ、背中から脇の下にかけてしっかり空気が入るのを感じます。吐く時はお腹の前側、腹筋が収縮していくのを感じられると思います。このエクササイズの NG 例として、骨盤を後傾ができなくてどうしても反ってしまう、腰のこの部分ご自身で触ってみた時に反ってしまっていると、全くこのエクササイズ効果がありません。必ず後傾していった状態をキープして呼吸をするっていうのを意識してみてください。このエクササイズ、セラタススクワットっていう名前がついているんですけども、セラタスアンテリア、日本語にすると前鋸筋っていうこの脇の下あたりにある筋肉、ここをグッと押し出すような種目になっています。その状態でしゃがんでいく。腰痛の方はそこの筋肉がうまく使えていないことが非常に多いです。前鋸筋だけじゃなくて、そこからお腹の前側、腹斜筋だったりとか、この先ほどの背中を丸める筋肉っていうのがうまく働いていかない。で、どういう状態になっているかっていうと、ぐっと過緊張で反ってしまっている。ので、腰痛の人がなりやすい姿勢の真逆の姿勢をやっているっていうようなエクササイズになります。なので、この姿勢ができれば、おそらく多くの腰痛が解消できると思います。ただ、普段なってしまっている姿勢と真逆の姿勢をやるっていうことで、非常に難しいエクササイズもなっていると思います。セラタースクワットどうしてもできない、どうしてもこう肘をついた時に緊張してしまって反ってしまっているという方は、そのレベルダウンの形を紹介しますので、こちらをやってみてください。まず立っていただいて、手を伸ばしながら背中を丸めるっていうこの動作ができるかどうかです。こんなの簡単じゃんって思われるかもしれないですけど、結構反り癖がある人はこの丸める後傾の動きっていうのが意識できない、背骨の動きとこう脳がつながらなくてできない、もしくは硬すぎてできないっていうことが多いです。まずこれができるかをしっかり確かめてみましょう。できない方はもっと緊張を取るエクササイズであったりとか、その前のストレッチ、そういったものが必要になると思います。別の動画でそういった内容も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。もしこれが綺麗に骨盤後傾が取れるのであれば、ここからしゃがんでいってみてください。ある程度しゃがんでいった時にくねって腰が反ってしまう、反り癖のある方はこういう風になってしまうことが多いです。しゃがんでいった時にお腹の前側がちょっとしんどいなっていうような感じが、この辺から私もしてきています。お腹を使ってるな、その形のまま上がってきて気をつけに戻る、骨盤後傾、そのまましゃがんでくる、背中が丸いままお腹が使えているまま、もし可能であれば一番下までしゃがんでしまっても構いません。そこから上がってくる。今回は腰痛に最も効果的なエクササイズということで、セラタスクワットっていうのを紹介しました。骨盤後傾、壁に手をついてしゃがんでいく、そのまま呼吸をするっていうものになります。この形が自分でコントロールして力まずにしっかり壁を押しながらできるのであれば、腰痛必ず改善すると思います。ぜひやってみてください。難しい方はレベルダウンの方、まずそこから始めていくのがいいと思います。この動画が面白いなって思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。取り上げてほしい題材がありましたら、ぜひコメント欄の方でコメントよろしくお願いします。